これまたお届け物、いちごね。これ4パック入りね、2段で8パック、あのオラの後輩の光悦くん、この間あのシップ張りの時に一物隠しに名前使った光悦くんね、彼も青森、高校の後輩、今千葉さすんでね、いちごね、ありがとうね。なんか出ましたっけ、千葉で一番おいしいとこなんだって。で1月に予約しといたんだけど1ヶ月くらいかかりますって喋られて、今のタイミングで来たらしい。あの先ちょっとなんかさ、非常に甘くてさ、ちょうど熟女の旦那のコンズの誕生日で熟女ケーキ作る、いちごは赤ちょうだいっつった。ほんとコンズさんもかい、ね、でまあそういうわけであの今日ね、熟女の旦那のコンズの誕生日だ。まあコンズの誕生日、熟女の誕生日、夫婦結婚記念日、すべて私料理作っちゃいました。まあ今回もそういうわけで作るんだけど、まあコンズがまずあのピザ食いって言うと、熟女はあのケーキ作ったよ。あのちょうど光悦くん送ってきたいちごあったはんで、もういちごだらけのケーキ作った。あとは私ね、あのピンザとラムチョップね、俺は食べようと思って冷凍保存してたんだけど、こんつさ買えようと思ってラムチョップとラムの味付けの肉いっぱいある、解凍しといたね。まずピンザの用意してさ、空手も復帰しようと思った矢先に肋骨折ったとこで、ほらなあ、なんもしてもや極真空手だばさ、もうワンカ肋骨直してからでねば、意外ねえねえ、極真空手ってあの顔面ねえけど体は一辺蓋がいるはんてね、多分行けばまた折れるよ、プロテクターつけても。なんでちょっと今回はもう1ヶ月伸ばそうと思う。あ、薄焼きのピザな、もうさ、なんか今回肋骨の治り痛くねえんだけど、なんか治りがさ、なんかこうもうなんで痛くねえんで湿布貼りはしてねえんだけど、昨日にこういついつかさ、この辺がさ肋骨骨密度が落ちたせいなんだけど、なんだね、ラムチョップ、ちょっとこうこれをやっぱりいつもの通り叩いて伸ばしていきますね。だけどこれ日本でさ900円くらいするんだよ、1本。あ、森ってこういうのってね、なんで
ネットでね、冷凍で来るんだけど高いんだ。まあいわゆるラムチョップ、羊のあばら骨のとこね。この羊はさ、ラムは半分身が美味しいんだね。これね、あとはね、このね、これラム肉のキューブ味付け美味しいんだ、美味しいんだ。ボックスから外して食べてもらうね。ほらね、美味しそうだ。すごいね、このラム肉の、ラム肉のかまりっつうんですか。あとこれ、こっち厨房まで持ってくれねえけど、まだあの高知の龍馬さんからお米届いたよ。ちょうどのタイミングで肉だったんだよね。うん、で俺まあ向こうの方は肉作だはんで、でも今米取れるんだべかと思ってね、電話したの。今米取れねえっすよね、いや、ねぐなった頃だべなと思って送ったの。あ、今でやな、あの龍馬さんね、いつも2回送っていけんだけど、今回、うん、ねぐなったべなと思って送ったって。あれができや、まあ、この龍馬さんもお百姓さんなんだけど、ハウスのニラとかがさ、ちょっと調子悪いんでして、あげアルバイトさえ行ってるって、ああ今年豊作だばいいのって喋ってたんです。すいません、いつもまだ本当にさ、おととい今回結構おにぎり作ったところで消費が早かった。熟女の棚のコーンズクも米すぎだなこれもうこう美味しいってさ、ありがとうございます。米って書いてこれ、まずね、ね、コーンズね、こちらで野菜を炒めますね。またこれちょっともらっていい？あ？これもらっていい？これ？おう。美味しそうだな。なんかフォークとナイフは熟女系の使うんだそう。いやー、美味しそうだな、このラム肉はやっぱ。ラム肉、牛肉、豚とりぐらいの7がこう順番かな。また牛よりもラムだね。あ、そうだ、牛より豚だね。うん、結局普通に売ってねえじゃない、ラム肉。うん、提供は売ってるんだけど、うん、やっぱり普通にオライスとこで売ってればか、そっちかってくるんだけど、ほら、うん、でもラム肉って山形ジンギスカンっていうのでな、食べたけど全部羊が一緒ぐらいに思ってた。これ濃厚だ。でピザは本当にあっさり系にしたよ。味のサラダ薄味だし全然で、あんま
え、サラダあるの？ある。うん、どこ？ある。この野菜みたいなサラダみたいな。お。なんかブロッコリーどうするかって。お、お分かった。あ、いいか。忘れます。これもこれで。赤ワイン感じますね。溜まってきましたらですね、フィーダムで野菜ですね。で、味付け肉なんでアンチコはつけなくて OK ですね。タコこれ、万代ツワンさんから恒例のシップ大量にもらいました、これこれいいね。おい、ピッツァなんて医療関係でねえな。ピッツァどっから仕入れるのかな。すげえ大量にね。で、私のこれ、私のアイインするタバコね。いつもさ、必ずこの逸話さんの贈り物って言えば、大体さ、このタバコとさ、テープ、あのあれ、シップね。こないだ、ないね。あと、トライアの羊羹いっぱい。食ったけど。3本食ったかな。これタバコね、熟女も同じタバコなので3つあげましたね。10個ももらって3つしかあげねえっつうのもせこいけど、タバコはね、私生活に大事なんです。がんになってからみんなタバコやめればっつうんだけど、肺がんでねえはんでいいべやってね。うん、これね、逸話さんいつもね、ありがとうですシップこれ今回の肋骨はだいぶ完治したので、まだいつか肋骨折ったら使わせてるんです。でもね、年取ると最近シップ貼るの多いんだ。肋骨だけ出てきてさ、貧雑感部とかさ、肩とかさ、結構寝る前に4枚くらい貼ったりするのね。どうもありがとうです。お食べね。これこれこれ、感じ見引っ越してみるかな。あ、素晴らしい。ラムの顔丸っこがな。アイルランド行ったことないけど、アイルランドの香りがするんだよね、妙に。うん、アイルランド生きてる。うちの姉さんは結構諸外国を遊んで歩くんだけど、アイルランド生きてて何も知れくねえとこだよ。でも一回行ってみればいいじゃん、音楽やってる。そういうレベルだそうだ。これ、まずこれ、ラム肉のこれ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 、とこっちで少しまず肉焼いて、この間にこれ、あいつはほら、まんまねば前の人炭水化物ケチャップ、ご飯つけないな。食べね、こいつ。あれこれこれね、こっち飛んだ。だからね、こっちもね、あらわいいね。あらわいいんで、ちょっと蒸しますね。これでね、
ケチャップご飯を作りましょう。で、こっちです。よし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 、いい感じだな。こんな米やねば前にいるぞ。あ、なんもいいんだよ。あるのね。たまにして、お心を よし、できましたよ。ピザも焼けましたよ。これこれもうジューシーなピザです。トマトソース、よし、このさ、いかにこう作りたてを食べさせるかってね、これがさ、物を作る順番ってさ、やっぱり冷めれば美味しくないものっていあるが、ワンプレートにすかね。ラムチョップ高いですね。そう気取った料理でねえからな。どうさ、でここさ、立つってこと？これ。うわー、食べたい。立つっていうか。うん、立つのった。これ。あれ。あとレストランみたいだね。だ。これ。これ。ちょびっとドレッシングかけてあげてみよう。かけてよ。あんだか。はい。うわー、もうここで私食べてたない。これ、これピザ、これラムチョップ、ラムチョップ、これ、ね、これ特上のサラダ、これなんだ、ビーフシチュー、うん、タンシチュー、タンシチューね、これ、これ提供ね、まずいくつになったんですか、56、イエーイ、じゃあいただきますね、はい、乾杯、お願いします、乾杯、もっとなんで私が薄いんだろう。これは焼酎が入っているかもしれない。うん、焼酎だ。あ、ちょっと美味しい。食べてください。うん、おいしい。
これさ、ピザ取って。これ、これこう、これこう。どの、これさ、東京のお兄ちゃんから、まだ結婚祝いでもらったんだけど、まだ何回かしか使ったことがない。これさ、少しこう、散らすけど。どれダメちゃん。いや、まだ帰れな。今日はコンサー帰ろう。うん、何回も食ったんだけど。で、ここで食べたことないぜ。どんなところあったら、こりゃ。あたしの食べたこと。あたしの食べたこと。食べた食べた、うん、あたし食べた、うん。ハンバーグだけじゃない、コンズバーグ。離れどうぞ、しっかりの。信じらんねえ。あ、食べちゃった、お前がないの。な、人探しこ来て。これ、一番目どこ、これ、今度ここに一番目どこなんだ、うん、半分食い、半分、今度もその目どこ半分食いへ、いただきます。うん、こねえよ。あ、ついたな、これ酸味。うん、小麦ちゃん向けのお誕生日おめでとう。じゃあな、小麦も片栗も。ここだよな。ここだよ。な、うん。とりあえず本職ですから。3月3日、あ、宴会入ってから4日か2日にひな祭りをします。3月3日に宴会入ってる。宴会が宴会入ってる。うん、どこ？そう、書いてないの。書いてない。どこ？あの、変換の塊の後やるってやつだ。うん、ほら、覚えてて。それそれ。なんとなくだけど、3月に行くとか。うん。どこ？んで、ひょこちゃんの誕生日はどうしよう。どうも。バスバグラッパな。なんかめっちゃ欲しいだね。うん。忙しいな、1月からさ。このセットはさ、これ何の誰かにもらったの。これ、新素手が良かったかもしれない。つらぎで、あのでケーキ食べられて固まってる。え、つつさんの鼻目なってくれ。鼻目なってたのか分かんない。これ、直上の手作りケーキ。これは高江津くんのいちご。いちご。うん。ふんだんに使って。ふんだんに使いました、高江津くんのいちごね。福井食品の、あの、ひよこっていう。ポン酢がこのマシュマロひよこを乗せたいというから。これ100円ショップ。3個で100円。そう、100円だった。マシュマロだとひよこ。ポン酢、これを乗せたいんだと。ねえ、しばらくこうやって持ってからね、つけるときつくなかったらいいべ。一方だったから。ひよこの名前なんでだ。これあと花子もあるんだよ、これ。いい誕生日。あれ、あ、麦も来た、うん、麦ちゃん8歳になりましたって。まお誕生会みたいな。あ、麦も8歳だよ。あれあれ、ね、平和ですね。はい、誕生日おめでとう。こんにちは、麦。はい。56歳と8歳。56歳と8歳。はい、バチバチバチ。それもまたが続けか。はい。はい。麦ちゃん、正面からね。美味しそうだな。美味しいよ。
あれちょっと何どういうこと、うん、はい、せーの、んーちゅなげーキッシュ、なんでこないよ、なんでこれ、やっこやっこだなー、いたの、うん、されるがまま、ちゃんと足ついてない、チャン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 、ハッピーバースデーあたち、ハッピーバースデー発祥、ハッピーバースデーあたちは発祥、ハッピーバースデー小麦です、イエーイ、面白くないやった。また面白くない。早く出て。ホイジョ持ってきて、ホイジョって。やっぱり腹いっぱいだってな、うん、腹いっぱいだなって思いながら、うん、あの食わさるいいな、いちごが美味しい、やっぱりこうやつか、だって千葉で一番美味しいところでしょ、モルモットのヨシコもちょっといただきました。で、ミコ。イチゴ。ぷいぷいぷいって言われてさ、なんかその赤いのって言われる。お揚げしたらすごくて。でここさ少し残したけど、ヨシコさん赤いの。なんかついてますよ。何もついてないもん。ちょっとおじだのな。おじだの。で、ほら、ついてないもん、まあ、どこでついてるってこう、角っこさ来たから、あ、まあ、落としてきたべ、とか思いながら。そしたらもう、匂いするんだべね、ほんと1ミリぐらいのかけら落としてる。なんか匂いする。あれ何みたいして、プリ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 って言って、見つけた。あ、ちょっと食べたっけ。ニャン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 って食べて、で、もう泣いてした。ブイブイブイってまた角っこさ来て、まだあるよねって言われて、もう一つ誕生日の楽しい会話続きますけど、ヘアマンズ来年まで今度の楽しみね、本当に皆さんいろんなもの、はい、送ってもらってありがとうですね、龍馬さんありがとう、龍馬さん米粉、お礼を忘れていたの、今度もごちそうさまって言って、何もいいね、今度声だけでした。ごちそうです。ありがとうございましたって。声だけありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。誰だっけ？コンズバでアキャラタの。アコちゃんだっけ？アコちゃん。